ホテルグラムへようこそ。今回はですね、フェアフィールドバイマリオット和歌山串本に宿泊しております。こちらですね、マリオットボンボイ加盟のフェアフィールドというブランドのホテルでして、道の駅シリーズの一つとなります。こちらね、和歌山県の串本町にあるホテルなんですけれども、すぐ目の前にですね、橋食い岩というね、名称もあるので、こちらをね、見渡せるようなホテルとなっております。そして今回はスタンダードキングのお部屋に宿泊しております。まずはお部屋の様子見ていただけたらと思います。ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきます。今回はですね、713というね、フェアフィールド道の駅シリーズでは珍しいね、7階建ての最上階のねお部屋となっております。入り口のドアはですね、こんな感じで黒くて、壁は白、床やね家具の色はこういったウッドのテイストになっております。入ってすぐ右手にですね、こういったオープンタイプのクローゼットのエリアがありまして、消臭スプレーにクリップ付きのハンガーが2本、そして右手にですね、クリップなしのハンガーが6本かけられております。で、下に行きますとラゲッジラックがね、フックにかけられております。で、反対側にはですね、壁にこういった形で、姿見が取り付けられております。はい、床はですね、お部屋の奥の方までクッション性のあるね、こういったフローリングになってまして、お部屋の雰囲気はこんな感じとなっております。はい、まずですね、こちらのシンクのエリア見ていきます。こういった独立した形で用意されてまして、はい、シンクはですね、こういった白くて丸いボールとなっております。蛇口やハンドソープがありまして、左手向きまして、こちらにですね、鏡が取り付けられております。鏡の中にですね、拡大鏡の用意もありまして、その下にですね、細かいアメニティ類がまとめられております。ティッシュに歯ブラシ、くし、カミソリ、そして歯磨き用のコップが2つに小さめのタオルが2つ、そしてアルコールのね、ハンドシートも2つあります。その手前にですね、コンセントが1つありまして、シンクの下のところにですね、ハンドタオルとバスタオルが2枚ずつで、ランドリーバッグも2枚ありまして、こちらのボックスにですね、テスコムのドライヤーが入っております。その下にですね、ゴミ箱もあります。はい、で、お部屋の方入りまして、まず右手にですね、フェアフィールドのロゴ入りのスリッパが2つ置かれております。その奥がですね、こういった木のフレームの中にパナソニックの大きなテレビが収められております。右手にリモコンも用意されています。振り向きまして、こちらがですね、大きなキングサイズのベッドとなっております。とてもね、高さもありまして、枕もですね、かなり大きめのものが4つね、厚みもしっかりあります。で、布団はですね、こういったザラッとした質感のいいものになってまして、こちらにルームウェアが2着置かれております。はい、こちらお部屋の奥とね、手前の、ウェットエリアをね、こちらの襖で閉めて区切ることもできます。はい、で、ベッド向かって左手にですね、上から吊るされるような形でこういったペンダントライトが用意されてます。で、その下はですね、こんな感じで黒いボックスのベッドサイドテーブルが置かれてまして、ヘッドボードにはですね、お部屋の電気のスイッチとコンセントに USB が付いております。で、反対側にもですね、こうした黒いボックス型の、ベッドサイドテーブルが用意されてまして、中の左手に常備灯がありまして、上にはですね、フェアフィールド折りのメモ帳にペンで、電話にアラーム、そしてヘッドボードにはですね、お部屋の電気のスイッチ類と USB ポートに電源が用意されております。またね、こちらにはですね、テーブルの上に乗る形でアンビエントライトが用意されております。はい、で、枕はこんな感じでね、かなり厚みがありまして、ヘッドボードはウッドになってます。上にですね、こういった道の駅シリーズおなじみの、書のね、アートが飾られております。で、お部屋の奥のリビングスペース見ていきます。こんな感じでね、今回はね、幅広のソファーのお部屋にしていただきました。手前にですね、テーブルがありまして、こうしたね、タオルアートにウェルカムメッセージもね、いただきました。でね、このソファーかなりね、広々していて、シングルベッドぐらいのね、大きさがあります。はい、で、クッションもね、3つありまして、こんな感じですね。はい、で、また奥のね、壁にコンセント、 USB のポートの用意もあります。はい、で、お部屋の奥をね、もう一回引きで見ますと、こんな感じでね、正方形の窓がついてまして、その奥にですね、和歌山県串本の名所橋食い岩がね、見えてます。で、ちゃんとね、遮光カーテンと、上からね、レースのカーテンも下ろすことができまして、窓の外の風景はね、こんな感じですね。もうほぼ正面にですね、こんな感じで橋食い岩の風景を眺められます。
で、お部屋右手奥にあるね、キャビネットなんですけれども、上にミニバー周りのものが置かれております。マグカップに紅茶のティーバッグ、で、インスタントコーヒーやミルクやシュガーに熊野古道のね、無料のペットボトルのお水が2本用意されております。で、電気ケトルが右手にありまして、奥にね、コンセントもあります。こちらキャビネットのね、扉を開けると、上にセキュリティロッカー、下にね、冷蔵庫が入っております。それではウェットエリア見ていきます。左がシャワーブース、右手の扉がトイレとなっております。はい、まずトイレからね見ていきましょう。スライド式のドアを開けると引き続きねフローリングの床になってまして、等々性のトイレがありまして、流すボタンやねウォシュレットのボタンはこんな感じで、下にねトイレットペーパーが2ロール用意されております。続いてシャワーブースなんですけれども、ドアはですねこのように曇りガラスになってまして、手前にですねバスマットがかけられております。開けますとこんな感じのね、グレーのシャワーブースが用意されてまして、下にはこのような黒い椅子も用意されております。でシャワーはね、こんな感じでね、ヘッドもかなり大きいものが用意されております。奥にはですね備え付けでボディーソープとリンスインシャンプーがねディスペンサーの形で用意されております。さらにですねこちらの上には、このようにね、レインシャワーも付いております。はい、いかがでしたでしょうか。まあお部屋自体はね、道の駅シリーズおなじみのお部屋なんですけれども、奥のソファーがね、幅広のタイプでね、お部屋の中でもねかなりくつろげる感じとなっております。そしてね、なんといってもね窓からの景色ですよね。端食い岩をね、こう上からね見下ろすような形で、眺めることができるんで、とてもね素晴らしいお部屋となっております。お部屋の他の部分に関してもね、ベッドはとてもね高さのあって厚みのあるマットレスで、布団の肌触りもね素晴らしくて本当にね寝心地がいいです。でシャワーブースだけなんですけどね、レインシャワーもありますし、タオルなんかもね結構ふかふかなものが置いてあるので、そこら辺も嬉しいポイントです。ホテルグラムではですね、このようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけると嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。